次世代 EV 技術の土台に、ドイツのスーパーカーメーカーであるアポロは、新型電動スポーツカーのプロトタイプ G2J を公開した。バイエルン州に本拠を置く同社は、2005年に前身の会社からグンペルトアポロを発売し、2017年にはアポロイン天才ン持ちオーネを発表している。その後、 2年以上にわたって G2J の開発を進めてきた。今回のプロトタイプはカーボンファイバーなど、軽量な複合材料で作られており、エアロダイナミクスに特化した滑らかなスタイリングが特徴的だ。搭載するパワートレインや性能の詳細は明らかにされていないが、アポロはこの G2J をパワートレイン、コネクティビティ、 デジタルエコシステム技術のテストと改良に使用中であるとしている。G2J はアポロが将来導入する EV を予見させるコンセプトであるが今年後半に発表される見込みの新型スポーツカーとは異なる。アポロのエリック・ホー会長は次のように述べている。この度、アポロフューチャーモビリティグループは G2J という先進のエンジニアリングプロトタイプを公開し、パフォーマンス EV のモビリティ体験を定義する意図を示しました。このプロトタイプは、非常にエキサイティングな新型 EV のベースとなるものです。これは始まりに過ぎません。世界中のお客様やファンの皆様にアポロの野望である。 世界を代表するパフォーマンス EV ブランドとなるための基礎として、徹底したテスト、実証、改良プログラムを行い、情報を提供できることを嬉しく思います。